どうも実様です。一人だけでも縦沼兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストン実況していきたいと思います。今日はニューガンダムですね。なんか修正入ったらしいんですけども、実様はニューガンダム乗らないんですよね。はい、誰も来ないんでちょっと B の方に行きましょうか。会社の先輩がですね、ニューガンダム大好きなんですけども、まあその関係もあって他に乗るなと言われるんでね、乗らないんですけどもね。はい、難しい機体ですよね。クロート向けだなっていう感じがしますね。追いつけないの。サザビめっちゃ速いな。うわ、ニューガンダムより速いんかな、サザビ。外した外した。なんかこれの挙動が早なったって聞いたんですけどね。着地狙われた。まずい素直に落ちたらよかったですね。はい、ここから取り戻していきましょう。まあニューガンダムファンネル使うのって結構難しいんですけども、個人的にはというかちょっと学んだのが、ファンネルで、まあ、ガード固めさせて、まあ、入射するっていうのがいいみたいですね。まあ、中継戦とかはそういう戦い方がいいみたいですけど。一発80、90近いダメージ出るって、このファンネルでエグいですね。一応走行じゃないや。軌道1までできてるん、軌道2か。軌道2なんで、まあ、ゴリゴリ攻めていこうっていう感じなんですけどもね。うん。そういう機体なのかな。まあいろいろね、バルカンとか下メインとかこう実装され始めた頃の、まあバルカン最初があったから下メインが実装され始めた頃の最初の方の機体かなって感じしますけどね。はいはい、すげえビーム打ってきた。ハイニューガンダムか。はい、今ねこのハイニューガンダムがもらえるイベントやってますね。いい機体なんでしょうかね。ニューガンダムっていうぐらいから強いのかな。助かったラッキー。はい、打ち損じてくれましたね。あ、チーム逆転しましたよ。いい感じっすね。ニューガンダムでかいっすね。体ね、もうちょっとこう一回りちっちゃくなってくれたらかっこよさそうな気がしますけど、これはハイエナチャンスですね。ハイエナチャンス、ハイエナチャンス、よし、いいな、チャンス。いい動きしますね。さあ取り返せるかな。よし、タックル。でも死なないねこれじゃ。ういさあ、ここしっかりね。もう一人来たな。確かに、バズが早なったか。バズが打ち切りなんだね。よっしゃ、よし、ファンネルで固めて、マニュシャからのタックルになっちゃったけどね。今いい動きでしたね。よし、ここを死守できればかなり大きい。弾がない。よいしょ、うそ、うん、うん、よっしゃー、あ、勝った、やったね。あ、5000からほとんど減らなかったんですね。おお、味方が強くて助かりました。はい、ニューガンダム、はい、ニューガンダムじゃないですニューガンダムですね。うん、盾の中にもなんか武器があるのかな。これ変わった絵ですけどもね。うん、強くなったかどうかわかんないですけど、実際また個人的にはサザビーの方が好きかなという感じがしました。うん。まあ好きな人多いでしょうからね。復刻も来てますからね。ぜひともね、ゲットしてみて、使ってみてください。あ、なんでか1位になってる。1回しか死ななかったんですね。はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、コツコツとこれからも頑張っていきますのでね。ぜひともチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。はい。
ニューガンダム、まあ、またしばらく乗らないんでしょうけど、もったいないんでね、たまには乗ってみたいと思います。あとバリアとかもできるんでね、行きたいだと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。神田ね。